加藤美優は日本の女子卓球選手。東京都武蔵野市出身。T リーグは日本ペイントマレッツ所属。最終学歴は中央高等学院。右利き。血液型は A 型。団球位は4段。父が卓球選手。卓球との出会いは温泉卓球。6歳で本格的に卓球を始める。練習場所は吉祥寺の祖父母のガレージ。 幼少期は、ビタカクラブ、TOM 卓球クラブ、TKO クラブで腕を磨いた。卓球を始めてから11ヶ月で出場した、平成18年度全日本選手権大会でベスト8となり、その大会のベスト16で加藤と対戦した相手が、平野美宇選手であった。また同ベスト8で対戦した相手は、浜本優衣で、浜本はこの大会で優勝した。また、 同大会で同じくベスト8となった伊藤美馬など平成21、22、23年度全日本卓球選手権等で大活躍している小学生たちの原点がここにある。なお、加藤の他に一学年下の伊藤、平野美宇、早田ひなの3人を加えた世代は黄金世代と言われている。2008年及び2009年の全国ホープス。 卓球大会では当時在籍していた卓球の名門美高クラブで優勝した。2011年4月に出場した ITTF ジュニアサーキットグアム大会のカデットシングルスとジュニアダブルスで優勝した。2012年1月の全日本卓球選手権女子シングルスでベスト32まで勝ち上がった。小学生で5回戦というこの記録は福原愛以来で 小学生での4勝は、福原の3勝を抜く史上最年少記録を抜く、外挙であった。2012年4月から、日本オリンピック連盟が運営する JOC、エリートアカデミーの所属となり、親元を離れ、ナショナルトレーニングセンターで、仲間と共同生活をすることとなった。2012年9月の世界ジュニア代表選考会で、優勝し、日本人として、 史上最年少出場となったがその後に発表された代表推薦枠で伊藤が最年少出場となった。2013年1月の全日本卓球選手権女子シングルスで初のランキング16入りをした。中学1年生でのランク入りは2003年での福原以来のことであった。2014年1月の全日本卓球選手権女子シングルスで2年連続のランキング16入りを 果たした。ジュニア女子では、決勝戦で平野との中学生対決を制し、初優勝を果たす。なお中学生の全日本ジュニア優勝は、福原、石川に次ぐ5人目であった。2015から16シーズンより、ドイツ卓球、ブンデスリーガのベルリンイーストサイドに加入。8月、リオデジャネイロオリンピックの閉会式の五輪記の引き継ぎ式の映像パートに起用される。 11月には、世界ジュニア卓球選手権のメンバーに選出された団体では、出場にあまり恵まれなかったが、シングルスでは、女子メンバー最高位4位を獲得、ダブルスは、早田ひなとのペアで準優勝。12月25日、2017年の世界選手権、デュッセルドルフ大会の日本代表選考会で、優勝し、女子代表に内定した。 2017年4月1日より日本ペイントと契約を発表6月の第54回世界卓球選手権個人戦では1回戦2回戦と順調に勝ち進み3回戦は針が次銀にフルゲームの末に勝利4回戦では前回大会の銅メダリストの紀子に敗れベスト16に終わった11月には世界ジュニア卓球選手権のメンバーに選出され 女子チームの最年長として、キャプテン、エースと団体では、準優勝、シングルスは、前回大会と同じ4位を獲得、ダブルスでも、長崎美悠とのペアでも4位を獲得した。2019年3月、2019年の世界、選手権ブダペスト大会の、日本代表最終戦公開では準決勝で、優勝候補であった早田ひなを、ゲームカウント3から3の5から10から、 逆転で勝利し決勝でも、森桜に4から1で勝利し優勝し、女子代表に内定した。4月その2019年の世界選手権、ブダペスト大会では4回戦では、定位制に勝利、準々決勝では、竜歌に1から4で敗れベスト8に終わった。7月のティーにダイヤモンドマレーシア大会では1回戦で、伊藤美馬、2回戦では、 世界ランキング1位の陳夢を破る金星を挙げた。その後準決勝では週、0、3位決定戦では、丁寧に破れたものの日本選手最高4位の入賞を果たした。2020年 ITTF ファイナルズで、世界ランキング1位の陳夢相手に2から4で、赤敗するも前線するという結果を残し、コロナ禍の中で行われた T リーグでは、シングルス13勝を挙げ、 高奇 MVP に輝いた。2021年6月、アジア選手権同派大会2本、代表選考合宿準々決勝で早田ひなと、激戦を繰り広げるも、1から3で赤敗した。憧れの選手は、ヤン・オベワルドナー、ヨルゲンパーソンで、父がよく映像を見ていたから、一緒になって見るようになり、ファンになった。攻守に安定感のある、オールラウンドプレイヤー。 特に手首の柔らかさを活かしたバックハンドの強打の威力がある。またチキータに逆回転をかけたオリジナルのサーブレシーブのミュータがある。またサーブではしゃがみ込み、サーブを得意とする。ありがとうございます。